はい、どうも、マグニーです。撮影できてるか？もう最悪。このマグニーべしゃりラジオって久しぶりみたいな感じでね、撮影してたんですよ。してたつもりだったんですよ。なんと、撮れてませんでした。18分くらい喋ってたのに。撮れてないんですよ。もう最悪ですよ。まあいいですよ。そこは置いておきましょう。もう一度喋ります。一回喋ったので、要点をつまんでいくと、まず、ね、このべしゃりラジオというのは、マグニーが適当に喋る動画でございます。なので、動画を見る必要はございません。音声だけ聞くような、スタイルで聞いていただくのが私の理想でございますのでね。私の動きが見たいという方はね、画像を見ていただければと思うんですけども、そんな方なかなかいらっしゃらないと思うので、まあいいや。とりあえず、まずは、こちら。ブロガーズフェスティバル2013の T シャツを今私は着てます。こちらのお話をさせていただきますと、このブロガーズフェスティバルっていうイベント毎年行われておりますね。で、当然この2015年もございまして、それがですね、10月の、まあ、10日ぐらいかな、10日じゃないですね、13日だったかなに行われましてですね、で僕もこのブロガーズフェスティバルには、思い入れがございまして、まずそこの辺のお話からさせていただきますと、このブロガーズフェスティバルの主催者である、レイちゃんという僕の友達がいます。で、主催者、がいて、で、レイちゃんがいて、その周りにいろんなすごい、こう、方がいて、そのブロフェスっていうのもね、運営されております。はい。で、そんな中で、その、切り盛りをされている方ね、そのレイちゃんともう一人、奥野さんっていらっしゃるんですけども、その奥野さんがですね、今回、なんとですね、この、私をですね、ヒーローという、素晴らしい代名詞のもとご紹介してくださったブログの記事を書いてくださったわけですよ。ね、それをまずご紹介したくてこのお話をしてるんですけど、ブロガーズフェスティバル2015に、参加していないのにもかかわらず裏方で、いろいろ手伝ってくれたのがマグニーだよというお話をね、してくださってるんですよ。ちょっとかっこいい感じでね、マグニーかっこいいねって思っちゃうような記事書いてくださってるんで、それをね、まず、いつもこの、ね、画面越しのお付き合いの、この視聴者の皆様にですね、その奥野さんとは当然私実際にお会いしたこともございますし、お酒も飲んだこともある、中でございますので、そういった人から、このマグニーというのはどのように見えてるのかなっていうところをね、ちょっと電話あったんで、ちょっと間編集しましたけど、普段、べしゃりっていうのはこう、ぶっ通しですからね、編集しませんからね。すいません。ですね。そう、ブロフェスのお話ですよ。僕を褒め、叩いてくださった記事。ね、下にリンク貼ってますから、ぜひご覧いただければと思います。ね、そういう僕の新たな一面もご覧いただければなという話でしたね。そうでしたね。を、ぜひご覧いただければなと思って。で、その記事っていうのは参加していないにもかかわらず、裏方でいろいろやってくれたので、マグニーはすげえぜ、かっこいいぜっていう記事ですね。わかりませんよ。それ僕勝手に今、解釈していってるだけなんですけど。なんですが、その参加できない理由ね。が、今回のお知らせにつながります。はい。タイトルにもあるようにお知らせの一つ。すいません、また電話です。なんかちょっと電話の調子が悪くて、うちの親父なんですけど、なんか水没させちゃったらしくて、 iPhone iPhone 使えないのに iPhone 持って、ちょっと水没させちゃって、なんかちょっとテンパってるみたいで、今ちょっとまたカッと入れさせていただきました。申し訳ございません。はい。でこうお知らせです。UM、 私が所属している YouTuber プロダクションでございます。 UM が主催をする、これもまたフェスティバルになるんですけどね。先ほどはブロガーズフェスティバルのブロフェスでございましたけれども、こう、ユーフェス、ね、ウームのフェスで、ユーフェスです。はい。が行われます。2015年。ユーフェス2015っていうのが行われます。はい。で、今回私、その、ユーフェスに、運営サイドというか、まあ、端くれのクリエイターとして参加することが決定いたしました。はい。っていうお知らせをしたかったんですけれども、このブロガーズフェスティバルね、さ、話を戻りますけど、ブロガーズフェスティバルに参加できなかった理由が、その U フェスに参加するからなんです。東京に2回も行けないよ、この短期間でっていう、ただそれだけのことです。はい。なので、奥野さんめっちゃかっこよく僕のこと書いてくださってますけど、全然そんなことないんです。なんで僕は U フェスとブロフェスで U フェスを選んだのかっていうお話に戻ると、U フェスの方が先に告知とか、U フェスの方がもう、先に情報が入ってきてたからなんですね。日付と、やるっていうこと
が先に私の元に来たから、まあ、順番で選んだだけかと思われるかもしれませんけれども、ブロフェスは毎年やるって分かってるということですし、ブロフェスに関する準備っていうのは、毎年やっておけばいいわけなんですよ。その期間、まあ、多分この期間にやるだろうって大体分かると思うんで、ね、その期間はなんか開けるとかっていうことをやっておけばいいんですけど、でもやはり U フェスを選んだのは、今回 U フェスに参加するトップの YouTuber さんたちの顔ぶれがすごいんです。この U フェスのページを下に貼ってますんでね、よければご覧いただければと思います。もうさっき撮った方が同じことしゃべってましたね。U フェスの詳細をお伝えいたしますと、2015年11月21日土曜日に、豊洲ピットという場所で行われます。豊洲ピットという漢字だけちょっとめんどくさいけどテロップ出しておきますね。豊洲ピット、豊洲ピットでググったら場所すぐ分かります。っていうか下の、リンク見れば分かるか。会場は11時で、終演が19時30分を予定している。で、雨天決行です。はい、出演者の方名前ちょっと挙げていきますと、ヒカキンさん、Z大輔さん、瀬戸康史さん、佐々木朝日さん、カズさん、めぐみチャンネルさん、レオンチャンネルさん、なん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 て名だたる YouTuber が参加されます。なんかやるんだと思います。前で喋りをするのか、なんか撮影を多分やるんじゃないですかね。やっぱり YouTuber ってね、撮影をだからリアルで撮影するところに映るか映れるというチャンスでもあるし、やってるところを見れるというチャンスでもあるし、多分握手会とかやると思います。ヒカキンさんとかよくやってらっしゃいますよね。はい、握手会とかもあると思います。実際にこう握手して喋れる機会だと、いうことでですね、私はそこの、端くれ YouTuber として運営を手伝いに行くというそのまま終わった足でこう東京に飛ぶみたいなことになるんで、参加がちょっと遅くなるんですけど、後半来てくださる、マグニーがいます。はい、多分あそうですね、マグニーに難しいな、マグニーに会いに来るという体でトップ YouTuber に会いを見に来るっていうこと、別にその意味ないけど、なんか今ね僕がそのトップ YouTuber のみんなを連れていくぜって言おうと思ったけど、多分無理だなと思ってやめました。無理です。多分よくよく考えてみると僕にそんな権限はないですし、多分現場ではね、来てください来場者の方をこう案内する役とかそんな感じだと思うんで、はい、ぜひねいらっしゃってください。お時間だろう。はい、U フェスリンクして貼っておきます。今日はそのお知らせがしたかった次第でございます。はい、でまたプロフェスの話に戻るんですけどね、まあ、聞いてくださいよ。でプロフェスに参加しなかった理由は、U フェスに参加するからしたんですね。U フェスに参加するっていうことを決めたタイミング、理由が私のちょっとこう下心、そういったところもありまして、下心ですね。やっぱり人間ね、欲ございます。で私は YouTuber になる理由として、以前ねこういったお話ちょっとしたんですけど、ほぼ一でやったのなんですけど、このブロガーズフェスティバルがきっかけではないんですけど、このブロガーズフェスティバル主催している、先ほども申し上げましたレイちゃんという方に背中を押されて YouTube を始めたんです。マグニは YouTuber の方です。もうすでにその段階では、その時期にこのようなトップ YouTuber さんたちがすでに頭角を現されて、まだ YouTube だけで撮ってないのかな、もう食えてたレベルなんじゃないかな、もうその段階でね。多分瀬戸さんとかカズさんとかがもうすでにやられてる状況です。なので今の僕ぐらいのタイミングだったと思うんですよ。もうその時すでに10万人20万人の登録者いらっしゃったので、もう比べるまでもないんですけど、はい、そのような方々ね、まあ、そんなきっかけがあって僕は YouTuber を始めた。ちょっと今ちょっと間あったんでちょっとカットさせていただきましたけど、そうなんですよ。それ YouTuber を始めるきっかけを作ってくださったそのレイちゃんで、そのレイちゃんが主催するこのブロガーズフェスティバルね、もう恩があるわけです、レイちゃん。お前じゃあブロガーズフェスティバルなんて参加しなかったんだよって言うと、
下心ですね、ここで出てきたのが、なんと、この私、好きな YouTuber が瀬戸康史さんなんです。で、その瀬戸康史さん、U フェスに参加されるんで、僕、生で見れるわけです。なので、まあ、ね、その僕が東京に行けるキャパシティ、ね、限界がございます。で、その中で、そのキャパシティを U フェスに注げました。瀬戸康史さんに会いたい感じです、はい、なので、奥野さんめっちゃかっこいいことを僕の記事を書いてくださってるんですけども、瀬戸康史に会いたいがためにプロフェス経営が高いって言われたら、はい、すいませんとしか言いようがないというようなお話でございます。はい、なんでね、今のお話をこう踏まえた上ですね、下の奥野さんの記事ご覧いただきまして、あ、マグニーやっぱりマグニーなんだなっていう思っていただければな、い思っていただければなと思います。楽しみですよね、 U フェス2010もぜひね参加しましょうよ。参加ってこうどうなんだろうね、ちょっと今見てみますけども、チケットも完売してんの、やばいな、うわ完売してるわ、あれ追加があんのかな、おいどうなってんだよ、ソールドアウトと書いているとかね、あらソールドアウトと書いているよ、集まるイベント、めっちゃ大きいイベントがあるんですよ、にもね私幹事として、まあ、運営として参加させていただきます、それに関して分かる記事も下に貼っときますね。D-PUB これはね飲み会です。なので、未成年はダメね、ちゃんとお酒が飲める方々のみ、参加できるようになります。もし、
空いてるらしいです、こっちに関しては。なので、ぜひご覧いただければと思います。ただしですね、こちらも人気イベントのため、ご覧いただいた時にもうすでにソールドアウトって可能性ございますので、その辺はご了承いただければと思います。何かと告知の遅いマグニーでございます、ね、告知よりも自分の動画を作る方をついつい優先させてしまうというところがね、悪いところだと思います。じゃあマグニーメジャーにラジオでございました。ご清聴ありがとうございました。生放送でやってます。